こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。イタリアンクレア好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくイタリアンクレア行きました。続いて前へ行くのはフライティルドーン、さらにはシリウススクワート、9番ボンロージーニアス、その後ろ。では前の方から見てみましょう。オープニングパーシ先手を取りました。フライティルドーンすぐ後ろ、好位置をキープしています。カワチサンド、その外からシリウススクワート、その外にペルスプロス、並んで9番ボンロージーニアス、その外にサンブラッド、その隣にマックスメイク、すぐ後ろにゴールデンフェザント、イタリアンクレア、それに続いています。その隣にソルエーム、スピードフローリック、すぐ後ろしんがりからパクテンジェネラル。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、出止みのない展開になりました。もう一度先頭から先手を取ったのはティーアクト、その後ろにフライティルドーン、その後ろからはオープニングパーシ、すぐ後ろにヘルスクロス、カワチサンド、いい位置です。すぐ後ろにゴールデンフェザント、その隣にマックスメイク、すぐ後ろにカプテンジェネラル、イタリアンクレア、すぐ後ろしんがりからソルエーム。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。8番ティーアクト依然として先頭、さらにはフライティルドーン、ボンロージーニアス、それに続いています。さあ先頭はまだ8番ティーアクト、フライティルドーン、ほとんど差がありません。ボンロージーニアス3番手、カワチサンド、これはいい位置につけています。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はフライティルドーン、しかし後続の足色もなかなかいい。残り 200m、 フライティルドーン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ゴールデンフザント差し切った。ゴールデンフザント1着、ゴールデンフザント1着、2着はフライティルドーン、勝ったのはゴールデンフザント。見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。先行争い何が行くでしょうか。カワチトリビュート、前に行きそうです。ノットロール、それに続いています。さらにはスリーノバ、14番エイコンヴィンテージ、その後ろ。前に戻りましょう。大方の予想通り先頭に立ったのはカワチトリビュート、その外からスリーノバ、内からはアルプロテクター、その外からクリスマスキス、内からはシャダイード、その隣にエイコンヴィンテージ、内からはニコラス、オレンジの帽子ムードサンディ、その後ろ。その外にノットロール、メルシーサイデント、そのうちに続いています。その外にロングクラブ、その外からタレントキャンドル。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。カワチトリビュート先頭、残り 200m、 カワチトリビュート先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ウィッシュサミット、抜けた。ニコラス追いすがります。ウィッシュサミットゴールイン。ウィッシュサミット1着、2着にはどうやらニコラス、勝ったのはウィッシュサミット。見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はエイシンキネマ、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。西のフェイス必死に追います。エイシンキネマ先頭、カワチソレイユ迫る。エイシンキネマ先頭だ。エイシンキネマ、エイシンキネマ1着、2着にはどうやらカワチソレイユ、見事に勝ちました。エイシンキネマ、カワチソレイユ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠の成田力からゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。どの馬が先頭に立つでしょうか。成田力から前に行きそうです。トロピカルカフェ、これに続きます。デュークコロネット、そのうちに続いています。内からはベストカラット並んで15番、名称レグナム。内からはイーデセゾン、グラスボール、そのうちに続いています。並んで13番、北西シプレー、メジロウィッシュ、そのうちに続いています。その隣にオガネパワー、その横にミスタースペイン。内からはイブキマイカグラ、その隣にシャコーグレイド。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは成田力カフェエース、それに続きます。少し開いてエトワールリズム、好位置をキープしています。東海帝王、その後ろからはベストカラット、青の帽子、レオダーバン、その後ろ、すぐ隣に名称レグナム、その横にデュークコロネット、グラスボール、すぐ後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気の東海帝王、現在先団です。イブキマイカグラ、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。東海帝王、これに勝つといよいよ三冠の達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。東海帝王、見事その期待に応えられるか。では前の方から。先手を取ったのはエトワールリズム、2番手に17番、東海帝王。少し間が空いて成田力、これに続くのがカフェエース、名称レグナム、それに続いています。黄色の帽子、デュークコロネット、その後ろ。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は依然として12番、エトワールリズム。2番手は東海帝王、絶好の手応えです。間を挟んで成田力から3番手。さあ東海帝王逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのは東海帝王、突き放しにかかります。2番手はエトワールリズム、あと 200m、 東海帝王先頭だ。東海帝王力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はイブキマイカグラ、完璧です。圧倒的な強さを見せました東海帝王。1着、2着はイブキマイカグラ。東海帝王三冠達成、見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。